皆さんこんにちは。はい、いよいよ5作目のアルバムの発表となります。イエーイ。はい、発表は来たる7月21日から24日の間で、お送りしたいなと思います。アルバムはどこで聴けるかというと、この YouTube チャンネルでタダで聴けるようにしたいと思います。イエーイ。はい、なぜこの21日から24日間にしたかと言いますと、国民の休日が あってちょうどゴールデンウィークみたいな感じになってるんですね。ですので皆さんにゆっくり、アルバムの演奏を楽しんでいただけたらなと思い、この日に設定しました。はい、アルバムのタイトルなんですけれども、ズバリ竜使いの夢という、お題目にさせていただきました。イエーイ。はい、竜使いの夢、英語で、Dream of Dragon Tamer っていうんですけども、おなじみのね、私の F 缶に、ドラゴン の彫刻がされてるの分かると思うんですけども、それをその僕が使ってるということで、僕が竜使いみたいな感じになって、その人の夢みたいなね、私のやりたかった夢みたいなので発想で、その題名を付けさせていただきました。はい、それでは、21日から24日までの、発表する曲をこれからお伝えしたいなと思います。よろしくお願いします。それではどうぞ。はい、7月21日の午前に発表する曲は、じゃじゃん、マドセンのソナタを皆さんに聴いていただきたいと思います。イエーイ。はい、マドセンのソナタ、皆さん聴いたことありますか？とってもいい曲ですよね。ロジャーボボ先生のたまに書かれた曲です。私の18番と言えるんじゃないですかね。とても僕が演奏する機会の多い曲で、ぜひね、この5作目のアルバムで出したいなと思いました。はい、続きまして、21日の午後に皆さんに聴いていただきたい曲が、じゃじゃん、ブラームスの感想曲です。イエーイ。はい、ブラームスの感想曲、私の親友である、たまにね、私 のツイッターとかで出てる友人である山岸和正さん、チューバ奏者でもあり、アレンジャーとして 大活躍の方です。その彼の書き下ろしの、アレンジです。このアレンジ、とってもいいアレンジですよ。これもともとピアノの曲なんですけれども、これからアスクスウィンズさんというところで発売していく予定です。ぜひ皆さんこれ吹いてほしいなと思って、これ載せました。ぜひ聴いてみてください。はい、次の日になりまして、7月22日の午前にアップする曲は、じゃじゃん、山岸一正さん作曲の叙情的即興曲。イエーイ。この曲も大人気の曲、知ってる人多分たくさんいると思うんですけれども、これもアスクスウィンズさんというところで売ってます。それで、海外でもだいぶ知名度が上がってきたような曲らしいです。これを作曲してほしいと委託した時に、どういうふうにしたかと言いますと、とにかくロシアっぽい、ラフマニノフみたいなのを彷彿とさせる曲を作ってほしいということで、書いてもらった曲です。とても親しみのある曲です。聴いてみてください。はい、続きまして、22日の午後、お送りします曲は、じゃじゃん、フンメル作曲のオーボエのための曲です。序奏、テーマと変奏を演奏したいと思います。お送りしたいなと思います。イエーイ。はい、私の妻は皆さんご存知だと思うんですけれども、オーボエ奏者なんですね。そして私の家の本棚にチューバの楽譜ももちろんたくさんある。それでまたオーボエの楽譜もたくさんあるんですね。それでたまに大掃除とかでこうやって分別をするわけです。その時にパラパラっとめくってみた時に当たったのがこのフンメルなんですね。
ものすごくこうやって読んでて、ものすごくこれチューバーで向いてんじゃないのかなと思って、これ調べたらモーリ・サンドレさん、お亡くなりになりましたけども、トランペットの伝説のプレイヤーですけれども、彼も演奏してた曲として親しまれている曲です。フンメルの序奏、テーマと変奏をお送りしたいなと思います。はい、そして7月23日の午前中にお送りしたい曲は、じゃじゃん、ハーモン、ジョン・ハーモン作曲のシルエットをお送りしたいなと思います。イエーイ、はい、ハーモン作曲のシルエット、この曲最近日本ではなかなか演奏される機会ないんですけれども、めちゃめちゃいい曲ですよ。ぜひ皆さん演奏してほしいんですね。そしてこの曲は一昨年亡くなったサム・ピラフィアンさん、私の友人でもあり私の先生、まあ指示したまではいかないですけれども、いろんなアドバイスを受けた、でお互いすごく刺激し合って、実は一緒にアルバムを作ろうっていう約束もしてた方なんですね。エンパイアブラスで長い間ご活躍されてた、それで晩年はボストンブラスでご活躍されてたサム・ピラフィアンさん、それ彼を偲んでこの曲をアップさせていただきたいなと思います。この曲だけに関しては、広告をね全部切って全部サム・ピラフィアンさんに捧げる曲としてお送りしたいなと思います。皆さんでこれを聞いて追悼の意をサム・ピラフィアンさんに、捧げていただけたらなと思います。はい、そして7月23日の午後はこのアルバムのメインとなる曲です。じゃじゃん、岩田圭子さん作曲の日本の幻想チューバのためのソナタをお送りしたいと思います。イエーイ、この曲も大人気、めちゃめちゃ人気で、今海外でも結構演奏してる人がいるっていうのを聞きました。はい、1楽章昔々あるところに、2楽章、子守唄、3楽章かくれんぼという、副題がついてます。その名の通り日本人はよく分かっていますね。日本で馴染みのあるような、メロディー、またもともとあったメロディーから借りてきて、それを、展開していったような曲となっております。とってもいい曲ですよ。この曲もね、皆さん演奏してくださいね。はい、最終日となります。最終日って言ってもね、これずっと繰り返し聴けますので心配しないでくださいね。はい、24日の午前中はじゃじゃん、ラフマニノフのボカリーズ作品34の、14番をお送りしたいと思います。イエーイ、はい、この曲めちゃめちゃ有名ですよね。チューバでも演奏しているたくさんいます。バイオリンでもね、声楽のための曲ですけどね。これなんで撮りたいなと思ったかというと、スミ・ジョーさんっていう韓国の、ソプラノの歌手、ものすごく有名な世界的な歌手なんですけども、彼女が3、4年ぐらい前かな、シンガポール交響楽団で一緒に演奏したことがあって、それでアンコールか何かでこのボカリーズを演奏したんですね。その時にもちろんその曲知ってたんですけど、こんなにいい曲だったっけって思うぐらい、もう鳥肌立ちまくりとか、もう涙、もういろんなところから体液があって、ちょっと汚い話ですけども、ものすごく感動したんですね。それでこれはぜひね、そのインスピレーションをね、皆さんに伝えられたなって、できるところまで撮ってみました。ぜひ、ボカリーズ聞いてみてください。はい、そして、24日の午後お送りします曲はボーナストラックということで、クリスター・ダニエルソン作曲のカップリチオド・カメラをサックス五重奏バックで演奏したいと思います。イエーイ、はい、この、曲はもともと金管五重奏、バストロンボーンが一番下の音なんですけどね、のために書かれた曲なんですけれども、それをサックスアレンジに僕が書きました。これはね、楽譜は出版されてないんですけども、僕がアレンジそのまま演奏した曲なんですけども、この YouTube チャンネルとかでね、ライブ演奏とかちょっとアップとかしたりしてるんですけれども、シンガポールにいた時に日本人のコミュニティバンド、アマチュアバンドをね、結成したんですね。その中の、たまたま在籍していたサックスのプレイヤーの人にお願いして、日本人にお願いして、
愛好家の人たち、皆さんね、その人たちにお願いしますって言って一生懸命練習していただきました。それでとても素晴らしい演奏を残していただきました。ぜひこれをね、アンコールとして、この、リサイタル形式のアルバムのアンコールとして24日の午後を聴いていただきたいなと思って、この曲を残しました。はい、お付き合いいただきありがとうございます。5作目のアルバム、皆さんワクワクして待ってくださいね。なぜ YouTube でアップしたかと言いますと、私は今現在録音のエンジニアとしての顔が大きいんですよ。大きいって言ったらまた語弊があるんですけども、仕事の半分以上が今、録音エンジニアの仕事となりつつあります。それで、チューバのそのフルタイムで働いてるプロですよっていうのがちょっと自分では恥ずかしい部分があって、自分の今までのキャリアから考えたらね。それでその中で、そのお金を取って、もちろんね、そのいろいろ経費とかかかってますから、広告の料金いただいたりとかね、広告挟まさせたりいただいてますけれども、ぜひ皆さんに、多くの方にね、長くね、無料で聴いていただけたらなと思い、このアルバムを YouTube で出そうかなと思った理由でございます。はい、7月の21日から24日までぜひ皆さんお楽しみに待っててくださいね。はい、チューバラボも続けます。で、藤田録音もこれからね、どういったあの録音の、体系、携帯でできるかどうか、というやつですとか、基本料金ですとか、いろんなことを、どんどん発表していきたいなと思います。せっかくバンドジャーナルにこうやって、ね、載させていただいて、皆さんにもね、こうやって還元していくような、ね、サービスをしていくかな、いこうかなと思ってますので、ぜひ皆さんこの、アルバムを聴いて、あ、藤田ロコの男なんだなと思ってくれてもすごく嬉しいなと思います。はい、それでは7月21日から24日までどうぞお楽しみに。さようなら。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方をよろしくお願いします。